それでは引き続き和平先生にご法話をいただきます。皆さんおはようございます。しばらくお話をさせていただきます。だいたい12時前ぐらいです。15分40分ぐらいというふうに思っておりますが、改めましてですね、今日はお招きをいただいてありがとうございます。父の日ということで、お父様方が今日はたくさんお見えになっているですが、仏様のお話と、私たちの日常生活の上で、阿弥陀様のことをどんなふうにこう味わっていただいたらいいのかということをお話をしてみたいと思います。ブラジルにはですね、8月の終わり頃にやってまいりました。今月の14日の日に帰ります。ですからもう半分以上過ぎておりまして、随分とこちらの気候にも慣れてきまして、不思議と時差がないんですね、私の頭の中には。だから全然眠いということはなかったんですけれども、実は昨日の今日の朝って言った方がいいかもしれませんが、今日の朝ですね、プルベンテのお寺に何時ぐらいでしょうかね、4時ぐらいに帰ってきたんですよ。はい、でだから計算したらプルデンテから今日来たんですけども、朝、8時ぐらいに出まして、こちらに来させていただきました。ちょっと睡眠時間短いんですね。で連れてきていただいた梶原先生の車の中でうとうとしてます。で何でかと言いますとね、実は、イグアスの滝に連れて行ってもらったんです。皆さんが来られた方はね、仏法大会が終わって、で1日泊まって、プルデンテ泊まって、それからイグアスの方に連れてっていただきました。遠いですね。車で600キロかかったですから。朝のね7時いや6時に出たんですね。6時に出て、1時半ぐらいに着きました。遠いなと思ってね。でなんとか雨降ったんですね。それしかもね、で初日はだからブラジルの方の滝を見に来ました。はい、で綺麗ですね。行かれたことある方、ぜひではないですね、ぜひ見に行っていただけたらなと思います。日本で言われるのはですね、イグアスの滝見たら人生観変わるぜっていう。このお寺はね、南無阿弥陀仏でお念仏のお寺ですね。皆さん南無阿弥陀仏って聞かれますでしょ、ね、
それは聞いたことない方は出てないと思いますが、南無阿弥陀仏ってどんな意味かご存知ですか？仏法大会出会った方は世界共通の言葉と思い出していただいたと思うんですが、今日はその話をせずにですね、もう一つ意味を紹介したいと思うんですが、4月に地震がありましたですね。日本で熊本という場所ですが、大きな地震がありまして、そこで今もたくさんの方が被災されておられますけれども、阿蘇という山があるのご存知ですか？熊本にね、イグアスも一緒ですけど、ものすごく景色の綺麗な場所なんです。次の日アルゼンチンのイグアスの滝、アルゼンチンのが行きましたけど、その滝見た時ね、涙出そうになったんですよ。綺麗にね、すごいなと思いました。私ら生まれる前からあそこ水流れてるんですよ。好きや嫌いとか儲かった儲かってないって考える頭ってちっちゃいなと思いますね。とにかくですね、その素晴らしい景色を見たら皆さんいろんな思いを持たれると思うんです。その熊本の阿蘇のね、山に、インドの大使って分かりますか？インドからは熊本に、インドの方が来はったんです。で、インドの方がその熊本の阿蘇の山ね、こう山もないですから、この外のカルデラっていうんですか、その周りのところの一番よう見える場所、そこへ立ったんです。インドの方ですよ、日本人じゃないです。お釈迦様と同じ言葉をしゃべられる方です。その口に立って阿蘇のその景色を見たときに、こう言うたそうです。阿弥陀。あんまりピンとこないですか？南無阿弥陀仏。お念仏の意味なんです、実は。阿弥陀というのは、今でもインドの方が使う言葉なんです。どういう意味かというと、素晴らしい景色。日本語で言ったらね、広大無辺っていうんですけども、もう限りないその、偉大な、ね、働きを感じるようなもの、それをアーミダーって言うんです。イグワシの滝を見て感じたのと一緒やなと思ったんです。ブラジルの町と町をつないでる高速道路を走りますとね、皆さん感じ取られるんですね。もう日常の風景になってるのあんまり思われないかもしれませんが、どこまで行っても大地ですね。広いですね、ブラジルって。端っこないんですよ。日本やったら大体山があるんで端っこ見えるんです。端っこがないんです。ああいうその広々した世界観、物の受け止め方というのを浄土真宗は大事にしてるんですよ。阿弥陀というのはその仏様の大きな働き、それを、にお任せするという意味です。南無というのはね、お任せするという意味なんです。だから南無お父さんっていうとね、お父さんにお任せしますという意味になるんです。お父さんになる方は一遍南無お父さんって言うて拝んでみてくださいとね。ヘッドさん仲良くなれるかもしれませんし、逆もですよ、南無お母さんですね、お父様方もお母さんに任しとくわ言うてね、言うていただいたら、仏様の言葉大切にしてるから大事にしようってなるかもしれません。それは冗談ですけれども、南無阿弥陀仏というのは、その広大無辺という言葉がちょっと難しいですけれども、私を育て育んでくれるこの大地のようなね、大きなお働きに身を委ねるという意味なんです。ですからとてもね、ブラジルのこの、大地に根付いて生きていく方々というのは自然とそういう気持ちになりやすいんじゃないかなと思います。日本は狭いんですね。はい、その違いを、ブラジルに来てすごく感じました。ですから皆さんも
仏様のねお心がわからへんなと思った時は、いっぺん外へ出てね、どこまでも橋がないようなとこ行きましてね、ぼーっと立って景色見張ったらわからはるかもしれません。阿弥陀さんってどんな方やろうって、私がどこまで行ってもね、阿弥陀様は私のことをお捨てにならんのやということです。それがこの地面ですか、ね、皆さん地面を拝んだことありますか。おかげさんでひっくり返らんで住んでますわって最初はサンパウロの街を地面掘ったら裏側に2本があるんですねらしいですよ。サンパウロと大阪が姉妹都市になったの、それが理由やんです。サンパウロのどこか知りませんよ、どこ掘ったらどこしてか知りませんが、サンパウロ穴掘って反対側に行ったら2本なんですサンパウロの裏側ということはみんなぶら下がってはるんですね、向こうでいや、私は上に乗ってるわけですよ、今。ブラジルで上に乗ってたら、こっち側ひっくり返すわけですから、本当は落ちるんですよ、確かに。落ちないですね。逆になる時もありますやん。ありますやんって関西弁ですので、逆になる時もあります。逆になったら、今度は日本の方は上に乗ってますが、私はひっくり返すわけですね。落ちないんです。だから生きてられるんですよ。でそんな、些細なことですが、そういう働きというか、そういうものに目がいってるでしょうかねということなんですね。いや、すごい話なんです。それがすごく感じ取ることができる場所がね、私はブラジルはせやなと思いました。特に、600キロかけてイグアスまで行きましてね、これで今日は600キロかけて戻ってきたわけですよ。それから200キロぐらいですか、このね、こちらまで来させていただいて、ずっとその景色見てきました。だから南蛮陀仏というのは、そういう仏様の心を大切にするということをね、教えてくれる言葉です。私の命を包み込んでくださってあげたということですね。それでね、ちょっとこれ、動けたりしない苦手なんですよ、このマイク、この状態でね、取り出すけど、はい、でも、縛られてみたいなんですよ、ここにこれ、この辺でうろうろしますよ、これ、動いてたらしゃべりやすいので、なんか硬いでしょ、ここでしゃべってたら、硬くないですか、皆さんの声です、真面目に聞かなかみたいになりますでしょ、そんなことないですから。仏様のお話というのはそんなことないですね。自由に聞いてもらいたいんですが、それでね、阿弥陀仏という仏様は私のことを大事に思ってくださっているんです、ね、私が仏様を大事に思っているんじゃないんです。阿弥陀様が私のこの命を大切に思ってくださっているんです。それをご本願って言っているんです。だから阿弥陀様の心を知ろうと思う方は、自分を大事にしてくださった方にの心や姿に出会ったら分かるんです、ね、だからよくお寺でお父さんの話とかお母さんの話が出てくるわけです。で今日はお父さんの日ですから、お父さんの話したいんですで、私のお父さんとね、いろいろイメージがありますが、お父さん亡くなってましてね、もう知ってはる方は知ってはるんですけど、13回忌をこの間迎えました。ですからちょうど12年経ったんです、お父さんが亡くなって。で私はね26歳でした。父親は57歳。今ちょっと反応待つんですけど、大体皆さん若いなって言われますなんで若いか言ったらね、それもこの間僕と大会で言いましたけど、皆さんの年よりも若いからですよ皆さんの年より57歳大体若いじゃないですか。大体それくらいの年やる方もいると思いますがね、早うして亡くなったようですね、父親は。私ね、お父さんとは大変仲が悪かったんですよイメージないかもしれませんけど、こうやって僧侶お坊さんですね、私ね。で高校生の時に
お坊さんとして生きていくって決めたんです。だから父親と同じ道を行くことになるわけですね。まあ、生涯でお仕事で考えてもらいです。同じ仕事をすると決めたら親子ってややこしくないですか。お前もうちょっとここはこうせなあかんで言われた息子の方はね、分かっとるわってねまあなるわけですね。お寺も一緒ですよ。お父さんがお師匠さんやから黙って息子はついていくかやか、そんなことないです。特にね、私はお勤めが好きでしたので、ずいぶん若い時からお勤めを得意にしてたんです。だから勤務無料従業来ってお勤めね、難しいでしょ。音が上がったり下がったりね、もっと難しいのいっぱいあるんです。でそういうお勤めを大事にしてました。である時ね、これお彼岸やったんですけど、父親が長所出て真ん中でお勤めして、私はこっち側で座ってお参りしたんです。で皆さん、ご本さんが集まって、でお参り終わってお父さんがここで話をして、でその日の夜です、食事をいただいてテレビ見てる時に父親が急にね、せやな、お前今日のお勤めなんやあれ一緒にお勤めした内容を父親も気に食わなかったんですね。で私はずっと気に食わなかったんですお父さんのお勤めの仕方が。でお前今日のお勤め何やって言われた瞬間にカチンってきたんです。どう思ったか言うたら、言葉悪くてすいません、お前に言われたらないわって思ったんです。これでね、父親がムスッとするわけですよ。態度悪いから息子が。でどうなるか言うたら、話にならないんです。ね、ほんで結局お勤めなんで早くなったり遅くなったりするやとか、あそこなんでこんな下手なお勤めするやとか、いろいろ言うからうるさいですねまあずっとそんな感じでした。だから父親が私に何か言おうとしたら、もうあちげってこうしてたんです。そんな経験ないですか。別にお父さんと息子さんの話なくていいんですよ。娘さんとお父さんでもね、娘さんとお母さんでもいいんです。ぶつかるんですね、家族というのは。で、12年前に父が亡くなった時にその状態で別れたんです。だから私はね、父親にありがとうって言ったことないんですよ。ここまで育ててくれてお父さんありがとうって言えてないんです。浄土真宗の見教えっていろんな受け止め方がありますけど、私は好きやなと思うのは、父親にありがとうって言える教えなんです。また会える世界があるって言いますね。ね、お嬢さんに会わせていただくんだしたらね、お父さんがきっと待ってるんですよ。これ私の想像。きっとね、お嬢さんに行ったらね、そのお嬢さんの玄関口にお父さん座っててね、おやっと来たか元気あったかってね、いやそんな言うけどお父さん僕の泣いてみたこと全部見てたんやろと、もう見とったとね。ほんで話してね、お父さんありがとうなって、そうかって、そやったな、言えたらええな思ってる勝手な受け止め方なので、許されていると思いますけど、それが浄土真宗やって思った時にね、ええなと思った。まあその父親、まあ、あんまり話し合わなかったお父さんですが、今はものすごくありがたいなと思っています。それが不思議なんです。実はその話をちょっとね、今からちょっとしていきたいと思いますが、15歳の時にお坊さんになりました、僧侶にね。でその時に頭剃るんですよ、僧侶になりますから。でこんなことがあったんです。10日間研修に行きます。10日間僕が行った時は全部高校生なんです。男の子ばっかり100人おったと思います。でその100人の、まあ、高校生ばっかりが10日間一緒に研修を受けるんですね。だから仲良くなる友達がいるわけです。今でも仲いいですが、その彼はお勤めが得意だったんです。
先ほども申し上げましたように、私もお勤め得意なんです。で、中にはね、お勤めの練習してきてない子供たちもいますので、夜になるとお勤め教えてくださるんです。先生がどんな感じかで言った先生方は想像つくんですが、オルガンを置いてありましてね、でオルガンでこう音を出すんですよ。奇妙無量十二愛とか弥陀成仏のこの方は、でその音を弾きながら一人ずつその練習をさせるわけです。得意なことって皆さん気抜けることありませんか？簡単やからね、もうええやーってなることがあります。高校生の私とその友達の彼は二人とも、なんでこんな簡単なことを毎日毎日ね、アホみたいに練習するんやろうかと思ってたんですよ。でどういう態度するか、先生が一生懸命教えてるのに、この私と彼は遊んでたんです。聞いてるふりしてるんですよ。聞いてるふりしてるんですけど、遊んでるわけです。どうやって遊ぶか言ったらね、目くわせしたりねとかやってみたりするわけですね。そうするとこのオルガン弾いてる先生、今私それやってるんです、教えさせていただいてるんですが、よくわかります。遊んでる人はね、遊んでますっていうね、雰囲気があるんですよ。こうやってやってたら腹立ってきますね。で、その20年以上前ですが、私とその友達を鬼の形相って分かりますか？こんなところで、ね、こうやってピタッて止まるんですよ、音が。で、私は知らんか、こうやって遊んでたら、なんかここ見られてるような気がするんですね。パッて見たら、ここにその怒ってる先生の顔がこうやってやばいやばい、怖いってね、高校生ですから、えらいことなんか怒られると思ってね、お前ら二人今から事務所来いとか言って連れてかれましてね。ほんでどないなったか言ったら、反省文書きなさいということと、一番言われたくないのです、親に連絡する。ね、あとどうなるか言ったらね、帰ってもお父さんに怒られますし、お坊さんだって帰っても怒られるわけでしょ。もうなんかおるの怖くなってしまいましてね。これでまあ一生懸命やらなかって友達と話し合って、それから残りの7日間ぐちゃぐちゃ真面目にやったんですよ。ね、ほんなら得度を受けるその日 の夕方ですわ、5時からなんです。そのちょっと前3時ぐらいにね、その先生に呼び出されて、君ら2人はな、入った時は最悪やったな、遊んでばっかりやし、人の話は聞かへんし、舐めてかかっとるからな、これはあかんもんな、お前ら返そうって思ってたんや、話し合ってるわけですね。でいつか二人なんとか言わなあかんと思って やってくれたんですね。でそこでですよ、まあな、それからはよう頑張ったから、うん、気持ち、まあその時言われたら心入れ替えたやろって言われて、今入れ替えてないですけどね。変わってませんが、また音楽を聞かず入れ替えたやろって言われて、そうですね。たら、その、反省文、返してくれはった。もうすぐ捨てますよね、この辺なんですか、バレたやんか。まあ、とにかく反省文を返してもらった。これは、一部しかないから、誰にも言うてないということです。でお父さんに言うでって言われたのは言うてなかったんです。ね、よかったと思いましてね。はい。育ててくれてはるなって今やったら言いますが、ありがたかったなと思いますわ。そうやってね、なんとかお坊さんにならせていただいたと。昔の日本語ですけど、怖いものにいろんなものがありますでしょう。雷と親父っていうのがあるんですね、怖いものに。昔の日本語っぽいですが、雷と親父は怖いって言うんですよ。私も親父は怖かったんですよ。だけどね、それも僕大会でちょっとお話をしたんですけど、私のお父さんはお坊さんになった人です。お寺で生まれたんじゃなくて、自分からお坊さんになるって決めた人です。
その父親が怖いんですけど、このね、仏様の前座った時だけはおとなしいんです。なので雷親父がおとなしくなるものがあるって大事じゃないですか、思いませんか。誰に対しても結構きついこと言うお父様が、阿弥陀様の前座ったらおとなしくなるんです。でおとなしになるだけじゃなくって、阿弥陀って、その仏様のお働きを大切に上向いてね、こうやって、あ、拝んだはるんです。何万だと、何万だと、何万だと。その姿はね、説得力あるんですよ。あると思いますね。うん。大切なものは私じゃないよって、阿弥陀様だよって、教えてくださる姿、ええなと思いますね。私は奈良の出身ですので、イグアスの滝は何名かでしたけど、奈良の大仏はどうでしょう。もっと少ないかな。少ないですね。奈良の大仏ってね、大きいんですよ。ものすごく大きいんです。どれぐらい大きいかというと、こちらの本堂の屋根ありますでしょ。屋根のあたりに頭があるんですよ。だからこんな感じでいいですね。で、その奈良の大仏の入り口入ったら、ほとんどの方が口開けて、大きいなって言われます。ああ言うてね、大きなものに出会うということは何が大切か言ったらね、小さい私に気づくんですよ。奈良の大仏さんが大きく作られているのは、私が小さく、小さいということを教えるためなんです。ほんなら、さっきの阿弥陀ってどうですか。大仏さんより大きいですね、だいぶね。もっと大きなものなんです。想像つきませんから、ああいう大仏さんぐらいの大きさにするんですが、広大無限なお働きの中に私は生きてるわけです。だから、自分の至らない部分も含めてね、大切なことに気づくのが、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀というお念仏のお心なんですね。そう思っていただいたら嬉しいなと思いますが、うん、だからたくさんの方に支えられて、たくさんの方に導かれて、私は今日この日を迎えているんだということを、ね、大事にすることです。さっきの父親 の得度の話ですけど、怒られた話ね、あれ自慢話終わってしまってますでしょ。私はお勤めうまかったって怒られて、えらい目に遭うたって、あんな話別にどっちでもいいんです。だけど、なんでこの話をしたかを今からします。私の父はカナダで開業士をしてました。で、カナダのお寺は毎朝おわさじするんです。あ、こちらもそうだと思います。毎朝おわさじをされるんですが、小さい時にね、この辺りに大体座ってたんです。私幼稚園ぐらいからおわさじになったら、そのお家からトコトコトコって歩いてきてね、で、今度上がってここ座るんです。で、何が目当てか言うたら、ここに事務所がありましてね、その事務所入ったら、お勤めはかと、お父さんがキャラメルくれるんですよ。森永のキャラメルってご存知ですか。違う、グリコやったらしてありますか。ブラジルにあって、日本にあってブラジルにないものもありますが、キャラメル一つ分もらうのが楽しかった。で、行きますとね、お父さんすごい嬉しそうな顔してね、ようお参りしたなって頭撫でてくれるんですよ。で、それがご褒美ですね。おまけがキャラメル。で、それもらって喜んでね、で、また毎日今度参るわけですよ。で、6歳の時にカナダから日本に、今の奈良のお寺に入寺します。帰ることになりまして、その奈良のお寺でまたおわさじがあるんです。だけどね、小学校1年生2年生ぐらいまでいいです。3年生4年生ぐらいになってくると、もうね、参らへんのですね。でも朝を参るより寝てる方が好きやわに変わってくるんです。で、まあいろいろと遊ぶ範囲が広がってきますから、疲れることもあって、平日はまあお参りせんでいいです。でもね、土日になったらお父さんが迎えに来るんですよ、部屋まで。こんなんしませんよ。どうするか言うたらね、遠からからしてあげて、
今からお参りするで言うて通しにあるんです。行くか行かへんかは私次第です。でもお父さん怖いでしょ、後で怒られたら嫌やからね、ちょっと遅れて行くわけですよ。そしたら待ってくれてるんです、父親が。これは別の本ですけど、後地のね、昔の本です。昇進芸って書いた本を私がそこから入っていったら、こうやって向こう座って待ってるんですが、渡してくれる。で、私はこれ持ちまして、これで開けたら奇妙無量寿妙来とお染めが始まるんですが、ナモフカシギコオゾボサツイニジ、長いな、まだもうちょっとだ財政信頼まだまだあるって、この状態ですね。で、椅子じゃありませんから正座です。足痛いな、まだ終わらへんから。これね、やってるうちに慣れてくるんですね。何になれるかというと、終わるとこが分かってくるんです。で、こう手繰りながら、ね、財政自在応募賞貢献上物上同意やってるうちに、今こっち私の手見てくださいね、なんか押してますでしょ。ここまでから終わるんです。で、あと何枚っていうのを数えながらお勤めするんですよ。悪い子やこうやって、あともうちょっとやら、あともうちょっとやらってやってたんです。でね、不思議と「ナモアミダンブ」ってなるとちょっとウキウキしだすんですよ。なんか音が上がったんですよ。でもね、楽しくなってきたな思ってね。で、あの、いつもお勤めするときは、弥陀成仏の、弥陀成仏のとお勤めするんですが、お朝日は、振りを見て、あの、サンパウロ別院もそうされておられますが、和さんの、あの、親鸞様がお書きになった和さんっていっぱいあるんです。和さんがね。で、今日は、十方美人世界のという和さんですが、その和さんを順番に読むんですよ。難しいんです。で、これを間違えずに読むっていうのはすごく大事なことなんですね。で、こう、あの、和さんの時はこう、漢字が書いてあるところの横にこう、手が出てますよね、こんな感じで。で、あれが音の高さを表してるんです。で、子供心に、この角度はこの音じゃないだろうかと言って、お父さんが出した声の音をすぐね、真似して出してたんですよ。だから、あ、なるほどなって、これはこういう音なんやな、次はこういう音やなって自然と身についたんです。先ほどのね、お得度の時にお勤めめちゃくちゃ得意やってアホなことしてた私はどこでそれ身につけたんでしょうかという話だ。それは私が自分でその気になってね、勉強したんじゃなかったんですね。父親がその生き様を、生き様の生き方、阿弥陀様に向いて生きる、それはどんな生き方でもいいです。お仏壇に手合わせるだけじゃありませんから。しかし、その父が歩んでる姿を受け入れてるんですね。ありがたいことやなと思います。今それが分かったんで、お父さんがいつもお前のそのお勤めはなって言うてくれてたのは、何か言いたかったんでしょうね、本当は。もうちょっと頑張れって言って言ってたんじゃないんですよ。多分ですけど、息子とお勤めについてもっとね、話がしたかったんですよ。だけど、それを私の方から突っぱねてたんです。ね。親父嫌い言うて。だから、お父様を大事にするなら子供も大事にせなあかんわけです。その姿をね、あの、まあ言うたら、父親が亡くなって12年の間にね、やっと気づかしてもらった。浄土真宗というのは、間に合わへん私に間に合うように作り上げてくださってるんですよ。しょ、死んだ時は嫌いや、死んで当然や言うよ、言い過ぎや。で、そういう気持ちですよ、子供ですから。その私がお父様の本当の育ててくださったことに気づいて、さあ、もうありがとう言えないです。他のお修士やったら。間に合わないですよ。でも浄土真宗は、また会うんですって。ね。また会うってどこで会うかって、もう今会ってるんです。
私手合わせてます。皆さんもお念仏に会われました。どこで会われたんですか、ね、大切な方のお姿を通して今手合わせてるんだとすれば、その方が私を育ててるんです。今も亡くなった方が育ててるんですよ私を。そういう教えです、浄土真宗は。だから阿弥陀様にお参りするときはどうお参りするかや、もちろん南無阿弥陀は南無阿弥陀仏ですから、広大無辺な阿弥陀様にねお任せをします。その阿弥陀仏の教えに合わせてもらったお父様やお母様にありがとうって感謝するわけです。できることやったら生きてるうちにお父さんありがとう、お母さんありがとうと言えたらいいですね。私は言えなかったからいいですよ。言えたらいいですね。だからあのお父さんの日ね、お母さんにもありますが、ありがとうって言える日がね、わざわざ作ってあるんだと思います。まあ親子っていうのは恥ずかしいもんですから、口に出し言わんからね言えないですけど、まあ精一杯その親や自分の子供さんね、上と下は一緒ですから、お父様を大事にする、お母さん子供を大事にするということを、大切にするんだということを、まあ、改めてね、この今日のお参りを通して、味わっていただけたらなと思います。まあ、親鸞様のご和算ちょっとだけお話ししてもらいます。十方美人世界の念仏の主情を見そなわし、摂取して捨てざれば阿弥陀と名付け奉るって親鸞様おっしゃったんです。どういうことかというと、私がこの命をいただいているということは、それは摂取者の働き、この私の命を大切に思い支え、そして導いてくださる方がおられるおかげなんだよとおっしゃったんです。そのことに気づくならば、南無阿弥陀仏ってお念仏しましょう、ね、おかげさまありがとうって、私を支えてそして育てて導いてくださる方がおられたって、そのことに気づいたならば、南無阿弥陀仏っておかげさまありがとうという気持ちの中に生きていくんだよって勧めてくださっているんです。それが浄土真宗のねお念仏の心ですから、あお父さんありがとう思ったらね、南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、お母さんありがとうなと思った時は南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏っていいんですよ、なんて言うたか分かりませんでしょ、なんか、ね、気持ちになりませんよ言葉で。そんな時は南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏、阿弥陀様のそのお働きを届けてくださってあるんだいうふうにね味わったらいいのかなと思います。はい、では、これでお話を終えさせていただきます。最後はご文章を拝読させていただきます。上人一流のご関係の趣は信心のもって本当せられ候、そのゆえはもろもろの造業を投げ捨てて一心に御座に帰命すれば、不可思議の眼力通して仏の方より往生は事情をせしめたも、そのくらいを一年ぽっき入症状始終とも釈し、その上の称名念仏た如来我が往生を定めたまいし、御恩法人の念仏と心
話でございますね。で、まあ、普段僕がお話ししている東京の言葉とは違って、また奈良の言葉っていうのは、大変ね、このイントネーションが聞きやすくて、優しく聞こえる、ね、言葉です。そういったところで、今日は特別派遣で、和恵先生に父の日のお話をいただきました。私たち浄土真宗の門信徒が、どのように仏様の心をいただくかというお話だと思います。はい、それではですね、続きまして解散の方、準備が整いました。父の日のフェスタということですので、どうぞお父さん方、会館の方へお移りください。